シックエヴァンゲリオンキャンペーン。人類は正しいシェービングを理解していない。我々が導く必要がある。これをもとにな、シェーブインパクトを発動させる。さあ音楽だ。まず肌を濡らし、シェービング剤をつけ、剃りやすいもみあげや頬のあたりから剃り始め、最後に硬いヒゲが生えやすい口周りだ。軽く滑らせるように剃る。来るぞ、来る来る、来たシェーブインパクト。今こそ人類に衝撃の爽快感を。シックエヴァンゲリオンキャンペーン。売り場にも巻き起こるシェーブインパクト、その内容とは。まずは初号機型センサースタンド。手をかざすとホルダーが自動で上がるわ。初号機型ホルダーハンガーは鏡やタイルに貼るだけで装着可能。まだまだいくわよ。プチエヴァバランスフィギュア、いろんな場所に飾ってね。これぞ売り場のシェーブインパクト。あなたのシェービングを爽快にしてくれるアイテムを店頭でチェック。シックエヴァンゲリオンキャンペーン。これで人類の爽快感は新たなステージまでたどり着ける。はあ、この剃り心地、なんという爽快感。これぞ魂の解放だ。シェーブインパクト発動。おお、ここに理想がある。心からの解放感がある。シックエヴァンゲリオンキャンペーン。売り場にも巻き起こるシェーブインパクト、その内容とは。まずは初号機型センサースタンド。手をかざすとホルダーが自動で上がるわ。初号機型ホルダーハンガーは鏡やタイルに貼るだけで装着可能。まだまだいくわよ。プチエヴァバランスフィギュア、いろんな場所に飾ってね。これぞ売り場のシェーブインパクト。あなたのシェービングを爽快にしてくれるアイテムを店頭でチェック。怒り司令、どうしちゃったっていうの。突然さっぱりヒゲを剃って、それにあいつまでスッキリしちゃって、男どもは一体何考えてるんだか。急に色気づいちゃって、なんか好きになっちゃいそうなんだけど。君たちも爽やかにリフレッシュだ。シックエヴァンゲリオンキャンペーン、今なら限定プチエヴァフィギュア付き。限定フィギュアスタンドセットも同時発売。お店急いで。シックエヴァンゲリオンキャンペーン。2012年、そして2013年に人類を爽快の渦へと巻き込んだシックエヴァンゲリオンキャンペーン。2015年、シックの爽快な剃り心地は新たな境地へとたどり着く。真のウェットシェービングを経験すると人はどうなってしまうのか。シェーブインパクト発動。シックエヴァンゲリオンキャンペーン。